ミュージックシェルフをご覧の皆さん、若葉の松井亮太と亀田大です。僕らは若葉ですね、はい、3人組です。もう一人塚本ロボーというメンバーがいるんですけど、塚本は、作詞だけで、参加しています。はい、そんな塚本はですね、今介護福祉士として働きながら若葉のメンバーとしても活動しています。はい、そんな僕ら若葉はですね、3月25日、ニューシングル見せたいものを発売しました。はい、この曲はですね、僕が、一緒に暮らしていた、ばあちゃんに向けて作った歌です。ばあちゃんが入院して、そのばあちゃんに向けてどうしても作りたいという思いから、この曲を、作り歌っています。ぜひですね、ご覧のあなたに、そして、あなたのかけがえのない大切な人に届いてくれたら嬉しいなと思います。僕らその、見せたいものをリリースしてから、いろんなところに歌いに行きますね。そうですね、うん、インスタライブも決まってたりイベントも決まったりしてるんですけども、うん、あの毎月ワンマンライブといって、そうです、あの毎月ワンマンライブやります。はい、同じことです。同じことです。まあ4月10、東京が毎月なんですよね、うん、4月19日日曜日にやります。そして、はい、まあ来月も再来月もやりますんで東京はね、はい、そして5月に、うん、10日に大阪で、うん、日曜日にワンマンライブ決まってますんで、はい、そういう、まあ、いろんな各地、いろんなところでワンマンライブやりたいなと思ってますが、うん、今に、ね、東京と大阪が決まっております。はい、ぜひ遊びに来てください。来てほしいなと思います。初めての人も楽しめる、そしてずっとね、応援してくれてるみんなも楽しめるようなライブにしたいなと思ってますんで、ぜひ遊びに来てください。はい、詳しくは、詳しくは僕らのホームページ、カタカナで若葉と検索してもらえば、はい、見ますんで、お願いします。見てください。はい、そしてですね、このミュージックシェルフはですね、うん、僕らの、なんですか、プレイリスト。紹介してもらっていますが、はい、今回僕らが、紹介するのはこれが僕らの曲だったらなと惚れ惚れしてしまう10曲を選ばせてもらいました。はい、まあ、変なタイトルですけど、そうですね、いや世の中にはね、うん、たくさんの名曲がありますが、うん、はい、こんな曲が僕らの曲だったらすごいなと、そういう妄想をしたら楽しいなと、そう、勝手に作ったことにしちゃいっていうね、変だね、はい、はい、そういうね、ちょっと妄想的な、ことを、考えながら10曲それぞれ5曲ずつ、はい、選んでね、選ばせてもらいましたので、はい、ぜひ、チェックしてもらえたらなと思います。はい、楽しんでもらえたらなと思います。はい、ということで、ぜひライブ会場でお会いしましょう。はい、そして、新曲見せたいものぜひ聴いてください。よろしくお願いします。というわけで、若葉の松井亮太と亀田大でした。バイバイ。